心配ないよ、綾瀬さん。ただ、すぐ逃げる心づもりだけしといて。わかった。出てきたな。かかってこい。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活って、あれ、イノシシ、しかも結構小さい。あ、逃げてった。もともと警戒心は強いらしいから、迷って出てきちゃっただけなのかもね。なんだ、よかった。てっきりもっと大きな猛獣が突っ込んできたのかと思ったよ。ね、なんだか安心したら気が抜け。あ、どうしたの、綾瀬さん。あ、ごめん、とっさにその抱き寄せちゃってて。ううん、大丈夫。むしろありがとう、守ろうとしてくれて。ああ、いや、まあそのそれくらいしないと。俺も男だし。そんな理由って、もしかして昼間の失敗まだ気にしちゃってる？そういうわけじゃなくもないけど、でも本心なのは間違いないっていうか。分かってるってば。だから本当ありがとう。意外と男らしいところもあって、少し見直しちゃった。意外とは余計な気がするんだけど。でもこちらこそありがとう。それからしばらく経って、綾瀬さん、大量だよ。仕掛けておいた罠に魚がこんなにたくさん。本当だ、単純な仕掛けだけどこんなに効果があるんだね。これで今日の晩御飯は豪華になるね。綾瀬さんの方は収穫どうだった？うん、探してみたら食べられる野草結構見つかったよ。こっちはヨモギで、これはツクシかな。それじゃあ簡単に調理していこうか。ふぅ、大満足。まさか無人島でお腹いっぱいご飯を食べられるなんて。ほんと、最初の頃に比べたら生活環境も随分良くなったよね。そうだね、貝くらいしか食べるものがなかった頃は結構ひもじかったけど、今じゃこんなに豪華だもん。それにようやく寝床も整えられたし。このベッド意外と寝心地いいよね。手作り侮るべからずって感じ。なんだかすごく充実してきてるよね、今の無人島生活。ああ、同じことを思ってた。人間、環境に適応していくって本当なんだなって。私たちこれからどうなるんだろうね。もう流れ着いてどのくらい経ったかな。一向に救助が来る気配もないし、もしかしたらずっとこのまま。大丈夫だよ、助けは来る、きっと。だから信じて待ち続けよう。俺たちがこうして生活を充実させてるのは、助けを少しでも長く待てるようになんだから。そうだったね。うん、浅村くんの言う通りだよね。早くお母さんお父さんにただいまって言いたいし。そう、だからこそ明日もしっかり生き延びないと。実は明日もう一回釣りに挑戦してみようかなって思うんだ。あ、いいね。それじゃあ明日は朝から釣りのリベンジってことで。うん、それじゃあおやすみ、あやさん。おやすみ、浅村くん。明日も頑張ろう。浅村くん、起きて。どうしたの？もしかしてまた何か動物？違うよ、ほら沖の方見て、船が通ってる。え、あ、本当だ。おーい、おーい。こうして長かったような短かったような無人島生活は終わりを迎えた。いろいろあったけど、無事に帰ってくることができたのは本当に良かった。でも、だからこそかな。思い返すと、
意外と無人島生活も悪くなかったかも。なんて思っている自分がいて、ちょっと驚いた。見てくれてありがとう。チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくね。おまけ。初めの頃はどうなるかと思ったけど、無事に帰れて本当によかった。けどなんだか、もうちょっとぐらいあのままでもよかったかも。なんてね。